でも本当これからどうしよう。どうやってあの人を撃退したらいいの。ペタに逆らったら SUV でぺちゃんこにされちゃうし。こんな時うちの車がダンプカーなら負ける要素なんか一つもないんだけどな。あ、それだ。スカットライン。俺の名前はヒロシ。一人親方として土木建設関係の仕事を請け負っています。少し前まで建設会社に勤めていたんですが、経験や資格をもっと活かしたくなったので思い切って独立した次第です。お疲れ様です。皆さんご無沙汰しています。呼んでくださってありがとうございます。こうして古巣の仲間たちや住宅メーカーの知り合いから声をかけてもらえるのでありがたいことに、今のところ仕事には困っていません。ヒロシお疲れさん。調子はどうだい。ゲンさんお疲れ様です。この方はゲンさん。俺が勤めていた建設会社のベテラン職人です。腕が立つ上に面倒見もいい素敵な先輩で、こうして今も俺のことを気にかけてくれています。おかげさまで元気に働かせてもらっています。相変わらず腰袋も道具もボロボロですけれどね。道具少しずつ買い揃えてるって言ってたな。お前さん、建築系だけじゃなくて土木系の仕事もやるんだろ。そっちの方の道具や機材は大丈夫なのか。はい、今のところ困ってはいません。ただどうせならダンプカーがあれば仕事の幅も広がると思うんですが、手に入れるのは難しそうで。ダンプカー、中古でよければ探しておくぞ。業者に知り合いがいるんだ。500万くらいのやつでいいか。ありがとうございます。でもその値段よりもっと厄介な問題があってですね。もしかして神さんか。はい、そうなんです。ダンプカー？ないないない、冗談言わないでよね。ファミリーカーしかありえませんから。ですよね。言わなくてもわかると思うけど、この辺りって車がないとすごく不便な土地なの。買い物にもレジャーにも車が欠かせないの。それはもちろん俺もよくわかっているよ。でもだからってダンプカーなんてダメ。たとえ仕事に必要でも絶対に嫌。ダンプカーに乗ってスーパーに買い物に行く人なんて見たことある？私はない。まあいないことはないかもしれないけど。それじゃあダンプカーで遊びに行く人はいないよね。普通いてもすごく少ないはず。彩香をダンプカーで公園まで連れて行きたい？いやいやいや、さすがにそんなことはしないけど。実を言うと俺たち家族は都会からこの郊外の庭付き一軒家に引っ越してきたばかり。車を持っていないから買い出しに行くのもすごく大変。週末に家族でお出かけしたくてもなかなかできません。そんなわけで妻の代わりは不満でいっぱいなのでした。とにかくダンプカーはダメ。ファミリーカーしかありえません。ねえ、お願いだから早く買おうよ。そうだな、早くしないとまた例のあの人から好き勝手されちゃうだろうしな。ああ、ちょっとちょっとドラスケさん、困りますよ、やめてください。なんだよ、ぬるぬるしく俺様の名前呼ぶんじゃねえ。てか誰だよめ。隣の大平ですよ。人んちの庭を勝手に駐車場代わりにしておいて誰だお前は。ないでしょう。この人は隣に住んでいる大宮ドラスケさん。うちの庭に真っ赤な SUV を勝手に駐車していくものすごく迷惑な人です。ついこの前もお願いしたじゃありませんか、うちの庭に車を止めないでくださいって。もうお忘れになったんですか。へっ、自慢じゃねえけどね、俺は自分に関係ねえことは散歩で忘れる主義なの。マジで自慢になりませんよそれ。しかもめちゃくちゃあなたに関係ありますって。だって当事者でしょ。あの赤い車はあなたの持ち物ですよね。うん。まあね、この町内であれほど赤い車に乗ってるのは俺様くらいのもんだろうよ。羨ましいかい。ギネス級の赤さ、進化の流れ星、マジかっけえだろ。ちょっと何言ってるかわからない。あのですね、車が赤くてかっこいいのは結構ですけれど、そのせっかくの車を他人の家の庭に無断で止めるのはちょっとどうなんですかね。車が泣いてませんかね。車が泣くわけねえじゃねえか。あんた頭大丈夫か。物の例えですよ。とにかくこんなかっこ悪いことしちゃいけません。すぐにうちの敷地から車を動かしてください。駐車場くらいお宅にだってあるでしょ。
駐車場ね。ちょっと事情があって解約したんだわ。でもって、うちの庭にはこの車を置いておくスペースがねえの。ってことはつまりどうなる、車検法でここしか残ってねえだろ。そもそも選択肢に入ってるのがおかしい。ここはうちの庭であってあなたの庭じゃないんですよ。車持ってないんだからいいじゃん。遊んでるスペースを有効活用してやってんだろ。だったらそれなりの料金を支払いましょうよ。この辺りの駐車場の相場と同じ額をしっかりと支払ってくれるなら考えなくもないですよ。いやそれ無理だわ。2万じゃねえけど、俺無職だから金ねえし、親は遠くで働いててめったに帰ってこねえし。うわ、マジで自慢にならない。どうやって生活しているんですか。てなわけで、じゃあね。言っとくけど、俺の車に傷一つつけるんじゃねえぞ。まあ、ちょっとドラスケさん、ドラスケさん。というわけで、何度もお願いしたんだけれど、どうしても動かしてもらえなかったんだ。信じられない。あの人どこまで非常識なの。先にこの辺りに住んでいたからって大きな顔してくれちゃってさ、今度会ったらガツンとやってやる。乱暴は良くないよ。だってヒロシはムカつかないの。あんなろくでなしのプータローに庭を好き勝手されて。そりゃ嫌に決まっているけどさ。ヒロシは外で働いているからわからないよね。日中もあの人ものすごくムカつくんだから。私は在宅の仕事だから被害に遭いまくってるの。被害って例えばどんな。いろいろよ。スピーカーをズンズン言わせて重点音を響かせまくったり、昼間からドキュン仲間と焼肉パーティーしてみたり。あ、そういえばこの前作業着がちょっと焼肉臭かったような。その日はヒロシが疲れてるっぽかったから私何も話さずに我慢していたの。嫌な気分にさせたくなかったから。お昼に花火もしてたよね。夜の方がずっと楽しいのに。そう、彩香よく覚えていたね。そうなのよ、あいつら昼間から花火してたので、その花火のゴミをうちの庭に投げ入れたの。え、ゴミはやめてほしいな。洗濯物を鉄砲で撃ったりもしてたよね。あの人、彩香すごく怖かった。鉄砲？何それ、どういうこと。エアガンよ。うちの洗濯物をエアガンで撃って遊んでいたの。信じられないでしょ。私が気づいて抗議しようとしたらさっと家の中に入って、あとは知らんぷり。それはちょっとあんまりだな。万が一彩香に当たったりしたら大変だ。二度としないように注意しておかないと。最悪だよ。あの人って働いていないんでしょ。親御さんは一緒に住んではいないのかな。確かに無職らしいね。親御さんは遠くで働いているって聞いたよ。なんとかならないのかな。無断駐車だけじゃなくてその他のことも全部。私精神的におかしくなっちゃいそうだよ。ママ元気出して。ママが悲しいと彩香も悲しくなっちゃう。彩香ごめんね、パパがこんな場所に引っ越したばかりに。身勝手なパパをママが止めきれなかったばっかりに。そんな、俺は家族のためを思って。本気で家族のためを思うのなら一刻も早く隣のドキュンをどうにかして。頑張るよ、香里と彩香のために。だからそんなに怒鳴らないでくれよ。もう頼りないんだから。こうなったら私一人でも戦うしかない。ある日、業を煮やした香里が大胆な行動に出ました。ドラスケより先にある車を庭に止めたのです。な、おいおいおい、なんだよこれ、どういうことだよ。誰の車だ、俺様が止められねえじゃねえか。へへんだ、悔しかったら止めてみたら。うちはもう車を買ったんです。分かったらもう二度とうちの敷地に入らないで、ついでに焼肉も花火も映画も家の中でやってよね。で、こんな調子乗りやって。せめてもう少し奥に詰めろよ。次に来る人が困るだろうが。配慮も遠慮も知らないのかよ。公共のスペースみたいに言わないでくれる。ここ私有地ですから。その私有地を我が物顔で使うような人に配慮とか遠慮とか言われたくありませんから。言えばこういう女だね。あ、このナンバー
ナンバーが何よ。とぼけるんじゃねえよ。わ、ナンバーじゃねえか。これレンタカーだろ。バレたか。くそくな真似してくれやがって。心の中で、ああ駐車場探さなきゃとか思っちまったじゃねえか。探しなさいよ。それがあるべき姿でしょうか。すぐそこに空き地があるのに使わねえではねえっつーな。ここは空き地じゃないっての。あなたね、これでもうちはこの何もないスペースを有効活用してるんだからね。え、すっげえ。使ってるところなんか一度も見たことねえぜ。使ってるんです。うちの娘がおままごとをしたり、休憩時間に私が椅子とテーブルを出してお茶したり、車を買うまでの間有意義に使っているんです。だからあなたの車なんか止められちゃ困るの。ままごともお茶も家の中でやれ。なあおい、あんまりごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞ。もしまたこんな風にレンタカーなんか置いてみろ。俺の真っ赤な SUV のめちゃくちゃ頑丈なバンパーでぐっちゃんぐっちゃんのめちゃめちゃに押しつぶしてやるからな。何よあいつ。どうして私がこんな脅しにビクビクしなきゃいけないわけ。絶対におかしい。間違ってるのは向こうじゃないの。悔しい。なるほど、表のレンタカーはそういうことだったのか。変な小細工をして余計に向こうを怒らせたわけだ。変な小細工なんて言わないでよ。これでも私一生懸命に考えたんだからね。あのレンタカーは苦肉の策。誰かさんがあんまり頼りないから私が直接やっつけてやろうと思って借りてきたの。そんなに怒るなよ。頑張ってくれてありがとう。怖かっただろうに。ドラスケさんの相手をするのは俺でも怖いからね。だってあの人切れると何するかわからないし。だよね。さっきも SUV でレンタカー潰すって言われた。俺この近所の人からもあれこれ聞いたんだ。ドラスケさんのドキュンエピソード、前席禁煙のファミレスでタバコを吸い始めたとか、むしゃくしゃすると煽り運転で嘘話をするとか、ヤクザとつながりがあってたまに情報交換してるとか。何それ怖い。ヤクザ、そんなの聞いてないんだけど。怖いよね。ドラスケさんは本物のヤバい人だ。カオリ、くれぐれも無茶だけはしないでくれよ。わかった。でも本当これからどうしよう。どうやってあの人を撃退したらいいの。下手に逆らったら SUV でぺちゃんこにされちゃうし。こんな時うちの車がダンプカーなら負ける要素なんか一つもないんだけどな。あ、それだ。え、それよ、ダンプカーよ。買おう、ダンプカー。え、いいの。ダンプ買っていいの本当に。だってもうそれしかないでしょ。買い出しもお出かけもダンプカーになるけど。見晴らしが良くていいんじゃない。こうなったらもう正々堂々と勝負してやりましょう。うちのダンプを潰せるものなら潰してみろってね。わかった。すぐにゲンさんに連絡して中古のダンプを用意してもらうよ。こうして俺は念願のダンプカーを手に入れることができました。んですが、参ったな。せっかくの納車の日なのに肝心の駐車スペースをまた勝手に使われている。いいんじゃない、目の前に置いてやりましょうよ。無断駐車をした向こうが悪いんだから。それもそうだね。何か言われたら一言文句を言って、それから動かしてあげよう。それから数時間後。おい、なんだよこのダンプカーはよ。俺の SUV が出せねえじゃねえか。おい、おいら、おいらぐらい、てめえこのダンプさっさとどかしやがれ。偉そうに言わないでくれる。よく見なさい。今度のこれはレンタカーじゃなくて正真正銘我が家のダンプカーよ。今日からこのスペースにはうちのダンプが止まるの。もう二度と無断駐車なんかしないで。もし駐車してたらぺちゃんこにしちゃうからね。ドラスケさん、そういうわけですから今後はもううちの敷地には駐車しないでくださいね。わかったよ。わかったからさっさと俺の SUV を出させてくれよ。はいはいっと。あれ、どうしてた？おかしいな。ヒロシ、どうしたの？エンジンがかからない。なんだそりゃ、どうにかしろよ。早く動かせ。故障かな、中古だからな。とりあえず業者に連絡して見てもらおう。
それから数時間後、業者に確認してもらったところ、やっぱり故障だそうです。まったく安い中古は困りますね。困りますねじゃねえよ、さっさと修理してもらえ。俺の車を出させろよ。それがちょっと難しいらしくて。あ、どうして？修理するためには特殊な部品が必要らしくて、しかもそれがすぐには手に入らないらしいんです。1ヶ月くらい見ていてほしいと言われました。うわー、1ヶ月？そんなに待てるか。俺にだって予定ってもんがあるんだぞ。そうだって、これからデートなんだぞ。徒歩で行きなさいよ。それが嫌ならレンタカーで。どうもレンタカーもダメだ。あのな、向こうは俺の真っ赤な SUV のことをめちゃくちゃ気に入ってくれてるんだよ。 SUV がなかったら間が持たねえの。それはお気の毒に。一言みたいに言うな。お前のダンプカーのせいだろうが。ちょっと待ってくださいよ。納車された車がその場で故障したんですよ。言ってみれば俺だって被害者なんです。俺に落ち度は全くない。違いますか？え？そういえば、そうか。逆にドラスケさん、あなたはどうです？やめてほしいというのに無断駐車をして勝手にトラブルに巻き込まれた。そうでしょ、あなたのそれは自業自得ですよ。動かしてほしいなら、あなたが自費でレッカー車を呼んだら？うちのダンプカーをレッカーするとなると、そうだな、基本料金に作業料込みで5万円っていうところかな。今は無理、5万も出せねえよ。さあ、この時親父が帰ってきてくれればな。困った時のパパ頼み、ダッサ。おいおい、香里、とにかくしばらく待ってください。仕方ありませんよね。そんな。それから数日後。ああ、勘弁してくれ。出せないよ。今日はマジで車がないと困るんだよ。兄貴たちとの大事な約束があって、俺が SUV を出すことになってんだよ。兄貴たち？ドラスケさん、ご兄弟がいらっしゃったんですか？違う、俺には兄弟はいねえよ。兄貴ってのはヤクザの兄貴たちだ。もし約束を破ったらどんな目に遭わされるか。ご神将様、悪いのはあなただから仕方ないよね。うわせ、こうなったら兄貴たちに連絡してやる。俺が詳しい事情を説明したら、お前らどんな目に遭わされるだろうな。ちょっとやめてくださいよ。今さら豪華しても遅いってな。もしもし、兄貴お疲れ様です。ドラスケっす。実は今日車を出せなくなっちゃって。ああ、いや、違うんですよ。実は、カクカクしかじかで。やばいやばいやばい、ヒロシどうしよう、ヤクザが押しかけてくるよ。まずいな。え？ああ、いや、でも、違いますって。悪いな、俺じゃなくて。兄貴、それないっすよ。兄貴？兄貴？あれ？ドラスケさん？兄貴さんたちは何とおっしゃったんですか？ うるせえ。兄貴は、まちょっと忙しいんだよ。あ、きっと相手にされなかったんだわ。よかった、常識的なヤクザだったのね。なんでだよ、このままじゃ俺兄貴たちにボコられちまうよ。何を騒いでいるんだ。おやじ、どうしてここに？仕事の都合でこちら方面に来たものだから、ついでに寄ってみたんだ。ドラスケさんのお父様ですか？はじめまして、ご挨拶が遅れて申し訳ありません。私、隣に越してきました、大平博士と申します。妻の香里です、よろしくお願いいたします。そうでしたか、こちらこそご挨拶が遅れて申し訳ありません。大宮と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よかった、お父様まともな人だった。ちょっと香里、失礼だよ。いいえ、どうもお構いなく。きっとうちのバカ息子がご迷惑をおかけしたのでしょう。ほらドラスケ、逃げるんじゃない。大平さん、ちなみにドラスケはどのようなご迷惑をおかけしたのでしょうか？
ぜひ詳しくお聞かせ願いたいのですが。わかりました。私からお話しさせてください。 SUV の無断駐車のことも、爆音スピーカーのことも、真昼の焼肉パーティーのことも、花火のゴミのポイ捨てのことも、洗濯物をエアガンで撃たれたことも、何もかも詳しくお話しいたしますね。ちょっと待ってくれよ。伺う前から頭が痛くなりますな。どうぞよろしくお願いいたします。それから数分後。ドラスケ、お前はどこまでダメなやつなんだ。人様に迷惑をかけないと生きていけない病気か何かか。違うよ。大体月決め駐車場の代金は毎月やっていただろう。解約したとはどういうことだ、勝手な真似を。さてはお前、駐車場代を勝手に小遣いにしていたな。すいませんでした。反省してます。もうしませんから。口先だけの反省は聞き飽きた。私がちょっと家を離れるとこれだ。お前にはもう仕送りはしないからな。そんな、じゃどうやって生きていけばいいんだよ。働けばいいだろうが。いい年をした大人のくせに親に養ってもらおうなどと思うな。わかったよ。なんだその不満そうな顔は。ほらぼさっとするな。大平さんご夫婦に申し上げるべきことがあるだろう。はい、この度は本当に申し訳ありませんでした。お父さんから猛烈に叱られたドラスケさん、その後自慢の SUV は没収され売却されてしまったそうです。おまけに彼女にも振られ、ヤクザの兄貴たちからも相手にされなくなって、踏んだり蹴ったり。宣言通りお父さんからの仕送りもなくなったので、とうとう就職して働き始めたそうです。本人にとってはこれで良かったのかもしれませんね。一方俺はというと、ダンプカーのおかげで仕事の幅が広がり、ありがたいことに収入もそこそこ増えました。念願のファミリーカーを買えたのはつい先日のこと。香織も彩香も大喜びでした。愛する家族の笑顔のために、俺はこれからもガンガン働きまくろうと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。